ガチゴー森塾よよ。はい、よろしくお願いします。はい、どうも。あれ、なんかそんなに元気がいいってこと、天気がいいね。あ、そうですね、今日晴れてます。すごい。もしかして噂のトロピカルですか？噂かわかんないですけど、はい、そうですね。そうそう、はい、視聴者の皆さん聞いてください。塾長はマイナス40度です。かわいそうですよね。はい、こっちはトロピカルですよ。皆さんもう分かってますよね、どっちの人間が勝ち組に入るか。そういうことですよね。いや、そんなことないですよ。トロピカルもトロピカルで大事なんで、はい、僕も行きますから時々、はい、いいと思いますよ。はい、はい、じゃあ今日はトロピカルとマイナス40度からお送りします。はい、よろしくお願いします。はい、どうも。今日何を話しましょう？今日はそうですね、ちょっと塾長のはい、そのマイナス40度の世界も伺いたいんですけど、はいはい、ちょっとそれはまた今度にしておいて、はいはい、最近ですね、まあ、これ先日の塾長の大富豪クラブのセミナーでもあったんですけども、その外貨建ての保険に結構ですね、ガチンコのリスナーの方も入会されてる方多いみたい で、はいはい、でちょっといろいろ問題が起きたりとか、まあ、最近ニュースにもなってました、なってたと思うんですけども、あ、外貨建ての年金、自分年金みたいなのとか、外貨建ての保険だよね。そうですね、生命保険とか。ああ、はい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 、あるね、あるね。まあ、そういったものに関してちょっと、塾長がどういうお考えを持ちで、はい、で、まあ、リスナーの方にね、ちょっとこういう提案というかですね、こういうふうに付き合っていくといいんじゃないかなみたいな部分があると皆さん喜ぶと思うんですけど、そうだね、これ非常に難しくて、はい、外貨建てっていうのもなければ、別に約束通り日本円でね、この頃からでこうなったらこうなってこれだけもらえますみたいな感じでいけるわけじゃない？そうですね、はい。ところが外貨建てになると当然為替のね、動きがあるわけで、で一番世界で読めない、ものはか、為替のレートだって言われてるからね。あ、そうなんですね、はい。うんうんうん、だから結構、うん、難しくて、やっぱその為替のレートを見ながら、やるようなものには基本的には、まあ、入らない方がいいというか、あ、読めないものは入るのと、はい、うん、一切やめた方がいいんだよね、本当はね。うん、うん、そうすると日本円でしょ。そうなります、ね、そうすると運用していくとマイナス金利とかわけのわかんないこと言ってるじゃない。まあ、はい、金預けたら金取られるみたいな、そういう話になってきてるじゃない。はい、うん、そうするともう預けても何も出ないんですよね、増えないし、うん、そうするとそういうお金っていうのはもうほら、なんか怪しい話が来るとどんどん乗るわけよ。はい、みんなほら、なんとか詐欺とかさ、あといろいろいっぱいあるじゃないですか。 あれはやっぱり、はい、うんうん、それやっぱりなんとかして増やしたいんですよ、みんな。当たり前のことじゃないですか、そんなの。だってこの先年金でどうなるか分かんないし、はい、年金ガタガタ、国はガタガタ、はい、それでなんか、一番問題だったのは、僕が一番大富豪クラブで話したんだけど、はい、やっぱり問題になっちゃう、まあ、徹底的に今やられてるのは、指標が全然本物じゃなかったって言ったじゃん。あ、最近の、はい、そうそう、はい、普通のアメリカの指標発表ってなると、例えば指標集計するじゃないですか、はい、例えば、例えばですよ、日本の50歳の人の平均年収とか計算したとするじゃないですか、はい、うん、それ計算するのにアメリカの場合はもう缶詰ですからね。え、缶詰ってどういうことですか？え、缶詰わかんない。あ、そのまま引きこもってるってことですか？缶詰っていうのは、ホテルとかそういう集計する場所にみんな入って、はい、もう1週間外出してもらえますから、ね、あ、そういうことですね、なるほど。そうなんですよ、缶詰になってそれで計算するんですよ、はい、で数字が出来上がるんじゃないですか。そうですね、はい、でその数字が出来上がったと同時に、なんていうんです、悪いやつはトイレとか行くんですよ。はい、ちょっとトイレ行っていいですかっつって、はい、でトイレ の便器の中に仕込んどいたなんか、携帯かなんかで、はい、数字が出たと、何点何パーセントってゲッと送るわけですよ。うん、でそれを見た証券会社のやつが、起きたぞと、はい、何パーセントだっつって、じゃあ買いだ買いだっつっても先に買ったりとか、ありえないことなんだけど、はい、昔はそういうところまであったのよ。うん、今は絶対にないから、もう完全缶詰なんで、はい、身体検査されて丸裸にされて、うん、それでだ、それぐらい重要なのよ、国の指標っていうのは、はい、ところが日本の指標なんて全然関係ないでしょ。そうですね、あ、どうやってきた、お前調べてきたみたいな、あ、じゃあ今月 2.5 でいいや、 2.5% みたいな、はい、そりゃね、もう海外の人たちがもう日本の信用、日本の言ってる
日本の国の指標を一切信用しないわけ、はい、日本の国の指標を一切信用しないってどういう意味か分かる？分かんないでしょ。そうですね、ちょっと分かんないですね。分かんないですよね、はい、あの弟子位置も多分あの例えば中国で、はい、中国 の、 あの経済成長率が 8% とかって出るじゃないですか、はい、あります、はい、でいやとんでもなく、世界から見ててなんかとんでもなく悪いよ経済がみたいな話になってもそれでもまた 8% っていうわけ、はいね、経済 GDP が、うん、で日本に負けたくないとか GDP2 位 の、 あの国内総生産2位になるとかって言ってやってきてんじゃない、はい、その数値さなんか嘘っぽいとか感じない？あ、実際問題今ですか？うん、まあ、中国 の、 その数字とかそういう感じはしないの？そうですね、なんか八百長組んでんじゃないのとかちょっとまあそういう感じはやっぱありますよね、はい、ありますよね、はい、いや日本同じことやってるのよ。うん、それで今叩かれてるわけ、はい、で今までだから経済がいいだとか、はい、平均年収がいくらだとかみんな高めには全部作っちゃってるわけね。うん、低くなるとだってなんだなんだってなっちゃうじゃない。そうですね、何がどうしたんだってなるでしょ、はい、で株価がブワーッと下がってくるじゃない、はい、だからみんないじれないのよ。うん、だからそういう数値をしっかりやるシステムが政府内にないのよ、はい、そういう缶詰システムみたいなの、はい、で今度缶詰してもその情報外に漏らすやつが出てくるから、はい、うん、でインサイダーっていうんだけど、はい、そのぐらいやらないといけないのに、はい、まあ、官僚がのほほんとやるわけじゃない。うん、うん、まずそこだよね。で、はい、みんなだからそういう数国の数値を見てそれでこういう投資をしたり外貨保険を買ったり、まあ、いろいろ出てくるとは思うんですけど、はい、その数値のところがやっぱり日本の場合しっかりしてこないので非常にこういうなんていうのかな、保険だとか外貨建ての為替だとか非常に読みにくいってことになってくるんですね。うん、うん、だからこうなってくるとまあなんていうのかな、みんなにじゃあ日本の保険日本円でね運用しなさいとかっていう話もまあなんか出てくるというか考えられるんだけども、はい、僕としてはもう一番いい方法としてはやっぱりちゃんと通貨のポートフォリオを組まなきゃダメだなっていうふうに思うわけ。通貨のポートフォリオですか？うん、やっぱりユーロだとか、はい、ドルだとか円だとかスイスフランドとか、まあ、そういう時にあるそういうところにある程度散らしてってね、はい、まず最初どういうふうにしてやるかって言ったらまあいろんな、まあ、問題が出てくると思うんだけど、はい、少しお金のある人たちの話になってくると、はい、例えばオーストラリア旅行に行った時使うオーストラリアドルをちゃんとしっかり何パーセントか持っとくとか、はい、でハワイに行った時に使うドル US ドルを年間何パーセント持っとくとか、はい、で実際使うお金だったら上下に動いてもあんま関係ないのよ。あ、そうですね。うん、例えば日本円しか集めてない人が日本円とか円高になった円安になったって言っても自分の生活にほとんど関係ないじゃんあんまり、はい、まあ、円高になったのそうなのって僕の吉野家の牛丼の金額が変わりませんでしょ、はい、円高に円安になったの、いや私のもらう年金の金額が変わりませんじゃないですか。そういうことですね。うんうんうん、でもそれは円でもらってるって円でもらって円で使ってるからなんだけど、だから使う先がその通貨であれば別にそんなに上下しても問題は起きないんだよね。そうです、うん、だからそれをこのほらドルだけだとかにしちゃわないで、OG だとか OG っていうのはオーストラリアドルとかね、はい、ユーロとかしっかり組んでいきながら何パーセントって決めて、うん、それで貯めていった方がいいと思うんだよね。うん、なんでかっていうとこのままいったら多分日本まだずっとなんていうの、利息が低い状態をずっと続けていくと思うから、はい、うん、そしたら日本円で運用して何かやるって言ったらもう悪いことする以外ないのよ、はい、うん、悪いことって言ったら例えば悪くないんだけどその仮想通貨とかさ、あ、うん、保険会社が変なもので運用するとそうそう、いやいや違う、保険会社じゃない、その普通の一般人がそういうふうに行かざるを得ないのよ、はい、であとなんていうのかほら悪い変なのあるんじゃない、会員権買ってみたらさどうなったとか、あ、それから、うん、もう怪しい詐欺話がいっぱいあるんじゃない、はい、うん、だってもうなんていうのみんな生きていくのに必死だからさ、はい、退職金のいくらかをもうやるとなんていうの増やす何とかして増やすことに入れたいわけだよね、はい、うん、でそういう状態で美味しい話が周りからスッと来るとどうしてもそっち行っちゃうんだよね。うーん、
うんうん、そういう状況が今ずっと続いてて、はい、でまあ持ってかれてるという。でこの例えば外貨建て保険、生命保険だとか保険いろいろ問題にはなってるけど、はい、これ何が問題だと思う？じゃあベシー氏は。あ、そのよ、あの新聞銀行もバリバリに売って、保険会社もバリバリに売って、もう信用できるでっかい会社も売ってたんだけど、もう年寄りがもう全部やられちゃった、ガミ食っちゃったってすっげえ怒ってるわけじゃない、はい、何が問題だと思う？これ新聞で見たそのあれによりますと、説明不足、営業マンが説明不足だったっていうところが書かれてたんですけど、うんうん、なるほど、確かにそういう風になってるよね、話はね、はい、そうじゃないんだよねこれね、はい、うん、確かに営業マンがあの説明不足なんだけど、だってこれ面白いんだよこれ、あのみんなドル高って、ドル高になると思って買ったのこれ。なんでかっていうと、はい、ドルの、利息っていうかね、FF レートっていうんだけど、どん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 上がったわけじゃない、はい、2.43 とかってどん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  3% 上がってって、でみんなそのパーセンテージが上がるとみんなドルを買いに行くから、ドルが上がりますよみたいな、うん、そこでただどっかで崩落するわけなんだけど、はい、うん、でそれはみんなこう予想して買いに行くんだけど、それはまあ数ヶ月とかね、1年以内だったら当然そういうふうになっていくわけで、その通り動いていく、その後が大変なことになるわけでしょ、はい、青天井で上に上がっていくわけじゃないんだ、そうですよね、うん、それが揺り戻しってドーンと逆側に来ることが多くて、それがものすごい勢いで来るわけだから、はい、うん、そうするとこれっていうのは、そのみんな買おうと思った時には確かにいいものだと、はい、どん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 ドルが高くなるし、利息も良くなるし、で受け取りの時はどうのかっていろいろいい話がいっぱい出てくるわけじゃない？なるほど、はい、うんうん、で上がってて調子がいい時って誰も行ってこないのよ、はい、うん、でこうやってドーンと急激に円高が進んでおかしくなってきたら、みんなあれあれあれってなって話になってくるわけじゃない、うん、損しちゃった損しちゃったみたいな感じで、はい、新聞沙汰になるわけじゃない、こうやって、はい、これっておかしくない？でもそういうことですよね、はい、いい時は黙ってるわけでしょ、うん、損してきたら営業マンが悪いってわけでしょ、なるほど、うん、これっていうのはなんでこういう現象が起きると思う？いやちょっとあれですね、日本ちょっとあまり言い方がいいか分かんないですけど、うん、僕らのその、うん、そういう金融リテラシーってものがやっぱり限りなく低いというか、そういうことだよね、はい、うん、結局勉強してないのよ、うん、勉強してないものだから、セールスマンがこう言ったからこの通りに買ったっていう、はい、そういう言い方になるんだよね。でそれが大衆の人数が多かったりすると、政府もやっぱり何かやらなきゃいけないわけ、うんうん、そうすると本当に美味しいものだったり本当に儲かるものの話ってもう一切来なくなるんだよね。あ、すごい、うん、逆に、うん、そうで今度怪しい、本当にとんでもない絶対ありえないようなそういうところに行くんだよ。いや本当にそっちに行っちゃうのよ、この絶対にありえないような、え、あんたそこ行ったのみたいな、うそういうところに今度話来なくなる、今度ね、はい、うん、しかもそういうところにしかも投資できなくなってくる、はい、うん、結局やっぱり、1たす1は2はできるんだけど、はい、2×2 は4っていう勉強してないってことだね。うん、でそれみんな怒っちゃうかもしれないけど、この話すると、はい、でもそれが僕は真実だと思うんだよ。でしっかり勉強してた人だったら、営業マンが来た時にお前ちょっとそれ違うんじゃないって言えると思うし、え、じゃあこれダメだった時はどうなるのって説明を必ず聞くはずだし、はい、営業マンが言わなかったとかっていう話はやっぱりちょっとちょっと良くないよね。なるほど、うん、だからお年寄りの人とかっていうのは、まあ、これから勉強っていうのは大変かとは思うんだけど、はい、でもしっかり儲けてる人たちいっぱいいるわけで、うん、その人たちを見てて俺もああいう風になってやろうとか、あそこのじいさんがこうなって儲かってるって話聞いたみたいな、はい、うん、その人ってのは相当勉強してるから、うんうん、だからまず時間もし隠居してある人だったら、まず僕勉強した方がいいと思うよね。あ、勉強ですか。なるほど、うんうんうん、勉強っていうか、もう2たす 2×2 は4みたいな勉強できる話で出せるように、はい、最低限のやっぱり勉強していった方がいいと思うもんね。なるほど、うん、でそれでまあ今回みたいなね、不幸なんだけど日本のこの、その利子が低いっていうの、はい、うん、こういうふうな状況をになった場合でも、外国の通貨も混ぜながら、はい、しっかり、自分の年金を作り立てて自分の年金を作ってみたり構築していくってことはやっぱしていかなきゃいけないよね。なるほど、はい、うん、
逆にこの外貨建て保険なんてのは本当恐ろしいと思うんだけど、はい、だって逆側っていうのはその逆っていうのは円高にガーって行ったら、はい、もう全て損するみたいな、そういう僕としてみればギャンブル的なもんだもんね。そういうことですよね、はい、うん、あのそれはまあ、 あの銀行のセールスマンとかさ証券会社が来たから買っちゃいましたからあのっていうので騒ぐっていうのはちょっとどうかなっていう感じはあるよね。でこれあれだよ、逆に今また円安とかになってきてガーッとなっていくとみんなもう黙っちゃうんだよこれ、はい、うん、で同じことの繰り返しじゃない、この後もっとひどいことになるかもしれないし、はい、そしたらやっぱ勉強しといてダメなものは、なるべく早めにやめるとか、うん、損切りかけるとか、もしくはこういう他の通貨でちょっとやってみようかなとか、はい、うん、で通貨で損するのやだ、あの通貨でもうすんげえ損しちゃってもイライラするんだったらそれあのなんていうの、うん、まあ、ちょっと余裕ある人の話になるけど、はい、あの老後の、ね、海外旅行行った時に、うん、ドルで受け取ったやつはそのままドルで使うとか、ハワイでね、うん、オーストラリアドルで受け取ったものはオーストラリアで使うとか、そういう風にしていけば、まあ、そんな損した感じはしないし、はい、悔しい思いもしないって済むんだよね、はい、うん、だからまあその老後の旅行のお金っていうのもまあ一つあってもいいのかもしれないね。なるほど、分かりました、うんうんうん、まあこの保険の話はまあいろいろあるんで、為替の説明だとかしていくともとんでもない長さになっちゃうから僕の場合は、はい、そうですね、うん、まあ今日は触りということでね、皆さん騒いでるから外貨、はい、外貨生命保険の話とか外貨保険の話はね、はい、うん、まああの何だいじゃあ話的に勉強しろってことかいって感じにはなっちゃうと思うんですけど、はい、うん、ただやっぱり、世の中儲けてる人はいっぱいいるので、うん、でビジネスでとか仕事して儲けてるし、やがってさあの自分が会社に勤めようと思ったらまず少なくても高校とか大学出てから行くじゃないですか。そうですね、はい、うん、そのあれが金融の勉強がゼロでさ、うん、プロと立ち向かうわけなんで、はい、金融の取引してる人たちはプロなんで、みんなその人たちと同じ土俵に小中高のその足し算掛け算やらなかった人たちが金融の土俵上がってそれ儲けるってのはちょっとかなりきついもんね。うん、うん、ただまあそういう人たち用の儲けるものっていっぱいあるんですよ、はい、ただそういう人たちですら儲けるものを日本の政府っていうのは今全部閉ざしちゃってるので、うん、やっぱ勉強しなきゃいけないんだよね、うん、そうですね。最後の質問なんですけど、勉強としてはあの、うん、ガチンコ聞くのが一番だと思うんですけど、はい、実習的になんか毎日できることって何がありますかね。そうだね、あの塾長もちょっとこの金融関係の金融っていうかそのお金の、うん、金融関係の勉強かな、はい、の知識がちょっと皆さん薄いっていうね、すごい僕不安を感じてるので、だからちょっとちゃんと弟子一がトロピカルジュースなんか飲まずに毎日毎日このなんていう の、 あの自分年金構築、ね、シリーズをちゃんと僕に聞いて、はい、それで一からこうしっかりみんなに YouTube で教えてあげることが一番の貢献なんじゃない、日本の。そういうことですよね、うん、でちゃんとあのしっかりあの僕ポンコツですとか言わずに、はい、あの僕にちゃんとあのインタビューしてくれればいいんじゃないかな。頑張ります、はい、そうすればあの僕も時間を見て、うん、少しやっぱり時間かかるけども、はい、あのしっかりそのなんていうの、机の上だけの勉強じゃなくて、はい、実際こういうのがあるんだよという経験に基づいたものを教えてあげれると思いますよ、やっぱり。あ、わかりました、よろしくお願いします、うんうん、だからこれ続編でこう取っていけばいいんじゃないの。そうですね、いろいろ、はい、うんうん、じゃあ自分年金関係のやつとかさ、はい、構築の仕方とかさ、そうですね、うん、早期退職の方法とかさ、はい、そういうのとかちょっとやってきたよね。はい、楽しみにしてます。はい、はい、今日はありがとうございました。はい、どうも。ガチゴマリジク。The other night, every thought of mine in flight, I couldn't eat, it wasn't right. Felt sick, my stomach tight. Hard to swallow, inside empty, feeling hollow. I'm lonely and she's the only subject I could ever follow. So I'm concentrated, looking at her all the time. I deliberated, studied how to make her mine. She stimulated every corner of my mind.Deficit, but my attention's feeling fine. I'm concentrated.
looking at her all the time. I couldn't wait until the day this agitation went away. I'm on my knees, I gotta pray that her black and my white make gray. Yeah.